覚めればいつも切ない、このまま毛布に体を薄めていられたらいいのに、不条理の支配か、何度繰り返したのならば完璧な描き出せる、ずっと追われ続けている無意識の資格か、転がる筆先に夢中で色を重ねてみても、記憶にほど遠い自分自身の風呂大中、いつになれば気づくのだろう、いつになれば気づくのだろう、いつになれば気づくのだろう、柔らかい時計の針歪んで溶け出してる、誰にも見えない時間の狭間、窮屈な枠の中で手足をバタつかせる、自ら望んだ鏡の向こうをもう変えらない、探りの廊下奥行きなどない、それはまるで例えるならトロンブルーユー、目に見える思考原風景の果て、全てはそこから始まり終わりへと行く、前もなくなりあとは指だけ、どんな角度でも自分以外の全てグラジュー、いつになれば